こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストの秋服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルの中でも隠れたですね、人気シリーズがこちらのミニマリスト企画になっているわけなんですね。というのも、日々ですね、このような YouTube のチャンネルを見ていたりだとか、 Instagram だとか Web の記事だとか雑誌を見てみると、いろんな魅力的なお洋服があるわけなので、そういったものをポンポンと買ってしまうと、クローゼットの中がもうびっしりな状態で、どんな着こなしをしようか逆に迷ってしまったりだとか、自分ってどんな服が好きだったのかなっていうのが逆にわからなくなっている方少なくないかなと思うんですね。何を隠そう、僕自身がですね、そういう部分がありまして、日々ですね、仕事柄いろんなお洋服を買うんですね。そうなると自宅もそうですし、あとはこの事務所もそうなんですが、クローゼットの中は常にパンパンな状態で、もうちょっとわかりやすくスッキリとクローゼットをですね、整理したいなとか、もっとミニマリスト的に行きたいなって思うわけなんですね。僕自身は全くのミニマリストではないわけなんですが、もし僕がミニマリストだったら、まあ、この秋はですね、今回ご紹介する5点だけで回すかなというところで、まあ、リアルに考えてみました。僕はミニマリストじゃないけども、発想としてはなるべく少ない数で服を回したいという気持ちはあるんですね。現に僕がですね、休日を過ごす私服に関してはかなり量は少なめなんですね。なので、そういったメンタリティを持つ僕がですね、ファッションの専門家としてミニマリストの方にご提案できるような服、また現在ミニマリストではなくても、これからミニマリスト的に服を楽しみたいという方に向けてですね、しっかりと厳選した5つをですね、ご用意しましたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にミニマリストの方にお勧めしたいですね、秋服をご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目は、ムジラボの燃えにくい素材を使ったカバーオールジャケットのブラックですね。価格は9990円になります。これはですね、先日展示会に行ってきてですね、撮影をしてきたんですね。ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、僕もいろいろなものを試着をしてきました。今季はですね、結構アウトドアだとか、外遊びとか、そういった場面でもですね、しっかりと使えるような汚れだったりだとか、水に強い素材のものが増えてるんですね。これすなわち結構ミニマリストのライフスタイルにめちゃくちゃ合うなと個人的には感じているんですね。本来であればユニクロだとか普通の無印良品だとか、このあたりの商品をですね、結構ミニマリストの方にもお勧めしたりするんですが、よりデザイン的にはトレンド感だとかエッジが立っていて、なおかつ無印良品らしい素材使いの機能性だとか、あとはミニマルな雰囲気ですね、このあたりを研ぎ澄ましたムジラボこそミニマリストの方にはすごく相性のいいブランドなのかなと思っています。その中で今回はアウターですね、こちらのですね、カバーオールが非常に良かったんですね。秋にどんなアウターを羽織るかっていうところで、いつもだったら僕はノースフェイスだとかアークテリクスだとか、このあたりのちょっとスポーティーなアウターですね、このあたりをおすすめすることが多かったんですが、このあたりは正直ですね、もう殿堂入りですね、もうあったら間違いなくいいんですが、そればかりでも面白くはないので、ちょっとそこをですね、除外して皆さんにお勧めしたいのが、このようなカバーオールといったアイテムなんですね。実はですね、僕自身今日着てるアイテムもカバーオールなんですね。着丈の長さで言うと、お尻がですね、すっぽり隠れるぐらいの長さで、そんなに長すぎないんですね。動きやすいし、なおかつ今のトレンド感をしっかりと抑えたアイテムでもあるので、一着あるとすごく便利なんですね。例えば僕は今半袖の T シャツの上に重ねて着ていますが、ロンティーの上に着てもいいですし、ニットの上だとかシャツの上とかでも着ることができるような、すごくライトなアウターとして活躍してくれるんですが、このムジラボのカバーオールに関しては、ちょっとこうワークテイスト強めというよりは、ムジラボらしいですね、無駄を一切排したようなシンプルでミニマルな作りになっているんですね。なので、通常ですね、カバーオールって左胸にポケットがついてたりするんですが、そういったものも排除していて、腰のポケットもですね、外付けではなくてサイドから手が差し込めるような形で、なるべくデザイン上はスッキリと見せるような、そんなデザインになってるんですね。で、サイズ感はやはり無印良品最近のものは少しサイズ感緩めになっていて、トレンド感を感じるんですが、それよりもムジラボはもうちょっと大胆に大きくなっていまして、ちゃん
感とトレンド感が漂うような作りになってるんですね。で、素材的には燃えにくい素材感であったりだとか、割と堅牢な素材使いなので、日常生活でガンガン使ってもへたれないような、そんな一着になってるかなと思います。もちろんですね、こういったものは外遊びだとか、キャンプだとかでも非常に使いやすいアイテムなんですが、タフであるからこそ日常でもすごく安心感があるので、これは使い勝手がいいなと個人的には思いました。で、唯一のデメリットなんですが、ムジラボってなかなかですね、全店に商品があるわけではなくて、結構置いてる場所が限られてしまうんですね。ですので、結構ウェブでも買えるんですが、在庫はすぐになくなってしまうところがネックではあるんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、お近くの店舗の中でも探せば見つけられる可能性もあるので、こちらはぜひチェックをしていただきたいなと思いますね。価格帯もアウターにしては1万円以内で買えるというところで、結構抑えめというところも非常にありがたい点なので、まあ、ぜひ今回の秋のですね、ミニマリストアウターとして、このムジラボの一着、皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、こちらもムジラボからですね、選出をしたんですけども、汚れが落ちやすいノーカラージャケットですね。こちらもカラー展開がですね、ブラックとチャコールグレーという2色あるんですが、まあ難しいとこっすね。どっちもいいんですよ。まあミニマリストのカラーとして、やっぱり代表的なのはブラックなので、まあこちらを選ぶ方が多いと思うんですが、結構チャコールグレーもブラックと同様にすごく使いやすかったりするので、個人的にはこちらのカラーもいいんじゃないのかなと思います。まあこちらもですね、実際に着用してきたので、皆さんにこちら見ていただきたいなと思うんですが、素材はですね、ポリエステルということで、いわゆるカーディガンの代表的なコットンだとかウールとかではなくて、化繊になっているんですね。ですのでカーディガンなんですけども、ちょっとスポーティーな雰囲気も漂うような、そんな一枚になっているんですね。で、サイズ感に関してはかなりゆったりめのドロップショルダーになっていまして、雰囲気で言うと結構ノースフェイスなんかでもこのようなカーディガンってやってたりするんですが、そのあたりとちょっと近しいところがあるかなと思います。ただノースフェイスなんかと比べてもサイズ感はもっと大胆に大きいですし、着るだけでトレンド感が満載なので、パッと見は結構地味なんですけど、着るとめちゃくちゃいいなと思うような、そんな1枚になっています。僕が展示会で着たのはサイズ L だったと思うんですね。僕は普段ですね、 M だとか S 着ることが多いんですけど、 L ぐらいに大きくしてしまっても、僕はこのゆるっとした感じがかなりかっこよかったかなと思うので、まあ、サイズ選びは逆に注意が必要です。ちょっと大きめぐらいに着てあげた方がミニマリストの方にも相性いいんじゃないのかなと思っているんですね。で、こちら汚れが落ちやすいノーカラージャケットって書いてありますね。まあ一応カーディガンというよりはジャケットというジャンルでこちらの方には書かれているわけなんですが、まあ、僕の中ではまあちょうど中間ぐらいか、カーディガン寄りかなという感じなんですけども、汚れがつきづらいというところで、ムジラボさんのですね、展示会ではラー油かけて汚れが落ちやすいかどうか実験したんですが、まあ実際にですね、かなり汚れは落ちやすいですし、そういった日常の中での汚れがつきづらいっていうところはかなりミニマリストの方にも嬉しいポイントになってくるのかなと思います。まあ素材的にポリエステルなので、使える季節も長いんですね。夏の終わりに T シャツの上に着ることもできて、秋冬使えて、さらには春にも使えるので、まあ3シーズン使えるというところも含めると、やはり1着あると長く使えるシーンが様々想定できるというところでは、ミニマリスト的なアイテムになってくるかなと思います。先ほどのカバーオールをブラックにして、こちらをチャコールグレーにして、ちょっとこうモノトーンっぽくですね、合わせるのもなかなかかっこいいかなと思うので、これはかなり使い勝手いいと思います。価格は7990円で、カーディガンにしては決して安くはないんですが、非常にこれはモード感が溢れていて、シンプルでミニマルなんだけども、今っぽいというところではおすすめできるアイテムかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、僕が今着ているようなストライプ柄のレギュラーカラーシャツですね。これまた結構秋には使いやすいアイテムで、割とですね、ミニマリスト企画の時にもストライプ系のシャツ皆さんにご紹介することが多いんですが、まあ、なぜこのようなちょっとミニマリストとは縁が遠いような柄物を紹介するのかというとですね、まあ、先ほどからご紹介した通り、ミニマリストのアイテムって結構シンプルでモノトーンのものだとか、柄の入ってないものをおすすめすることが多いんですね。そうなると結構着こなしとしては地味で退屈になりがちなんですね。なのでアイテムとして1点だけでもいいので、ちょっとこうアクセントになるようなものを用意をしておくと、着こなしの中にちょっとした華やかさみたいなものを出すことができるので、そういった点では結構ですね、無地系のアイテムと相性が良くて、なおかつトレンドに左右されずに長く使えるような、そんな柄物が1個あるといいと思っていまして、まあそんな時にストライプ柄のこのようなシャツというのは1枚あるとすごく便利なんですね。僕もですね、ストライプのシャツは大好きで、結構ユニ
ニフォーム感覚で着てるんですけども、これはですね、かなり使い勝手がいいです。まあ夏の終わり、秋の始まりぐらいからですね、ストライプ柄のシャツよく着てるんですけども、T シャツの上に1枚羽織って腕まくりとかをしてもらえば、それだけで着こなしが簡単にですね、作れてしまうので、すごく便利なんですね。そしてもうちょっと季節が進んだら、先ほどご紹介したようなカバーオールを上に羽織ったりだとか、あとはカーディガンと合わせてもよかったりするので、重ね着の際の内側に着るアイテムとしても活用することができるんですね。このようなストライプ柄というのは上に何か羽織った時に内側にちょっとこう柄が見えることですごく良いですね、アクセントになってくれるんですね。これが無地だとどうしてもちょっとシンプルになりすぎてしまったりだとか、いつも同じような見え方になってしまうので、トップスとしてこのようなストライプ柄のシャツがあるとすごく便利かなと思います。僕が今着ているのは自分のブランドで作っているものなんですが、ちょっともう在庫がないので、概要欄にいくつか似たようなものをですねリンク貼っておきたいなと思ってるんですが、ポイントはまず襟型ですね。まあバンドカラーシャツのような襟すっきりさせたものでもいいですし、今僕が着ているようなレギュラーカラーですね。まあ通常の普通の襟型のもの、こういったものでもいいと思います。まあサイズ感はちょっとミニマリストの雰囲気と合わせて少し緩めにしてあげた方がトレンド感も漂ってバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあユニクロにもですね、このようなストライプ柄のシャツあるんですが、割とサイズ感が定番的でコンパクトなんですね。なのでもしユニクロを買う場合は普段のサイズの1サイズか2サイズ上げてもらうといいと思いますし、もしくはセレクトショップのオリジナルであれば、まあ、いつものサイズを選んでも最初からゆとりを持たせているので、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあこのようなシャツはですね、僕自身使い勝手の良さをすごく実感していまして、まあ、ユニフォーム感覚で1枚持っておくとすごく着こなしの幅が広がりますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ボトムスに行きたいなと思います。ボトムスに関しては、量はあんまり必要なくて、1本あれば様々な着こなしに対応できるような、まあ、そんなものを揃えてもらうといいかなと思っているんですが、今回ご紹介したいのはですね、先日の動画の中でも上げさせていただいたんですが、グローバルワークのアーバンクリーンワイドパンツですね、5940円。こちらのですね、色はグレーですね。こちらをお勧めしたいなと思っています。このようなちょっとワイドめのボトムスというのは、いろんなブランドから出ていまして、ユニクロだとタックワイドパンツがあったりだとか、セレクトショップでもこのようなボトムス、各ブランドでやっています。まあ、その中でグローバルワークもこのようなアーバンクリーンワイドパンツというのをやっているんですけども、大ヒット作のアーバンスラックスですね、あちらもすごくいいんですが、結構シルエットとしては細めで正統派、今のトレンド感に合ってるというよりは、足を綺麗に見せてくれるような、もう定番的な立ち位置になってるかなと思います。まあ、そちらを使っていただくのもいいかなとは思うんですが、個人的にはミニマリストの方には、今のトレンド感だとか、ライフスタイルに合わせて、サイズ感もちょっと緩さを持たせた方がかえってバランスがいいかなと思っていまして、まあ、そんな時にですね、アーバンスラックスの進化系といいますか、今のトレンド感に合わせたこのアーバンクリーンワイドパンツはかなり使い勝手がいいかなと思います。まずはウエスト周りにはタックが入っていて、腰周りはゆったりとしていますが、膝から下にかけてテーパードといって、まあ、徐々に細くなるようなシルエットを採用しています。ユニクロのタックワイドパンツよりはもう少しですね、膝下からのバランスとしては細くなっているので、割とミニマリストの方だとか大人の男性でもそこまでワイドになりすぎないので使いやすいんじゃないのかなと思います。でカラーなんですが、まあ、ブラックが鉄板なんですよ。こちらを揃えていただいた方が、まあ、あらゆるスタイルにも合いやすいかなと思うんですが、結構ですね、先ほどご紹介したカバーオールがブラックだったりだとか、あとカーディガンもチャコールグレーもありましたが、ブラックを選ぶ方も多いと思うんですね。まあ、そういう場合ボトムスまでブラックにしてしまうとオールブラックって感じになってしまって、それまたミニマリストらしくてハマりも良かったりするんですが、ちょっと重たかったりだとか地味になりすぎてしまう可能性があるので、ブラックよりはほんのりですねグレー味を感じるような、このグレーの16番は非常に相性がいいかなと思います。もちろんブラックのトップスだとかブラックのアウターとも相性がいいし、ストライプのシャツとも相性がいいので、様々なスタイルに合わせることができます。まあ、こちらかもしくはブラックですね。まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。価格帯も抑えめなんだけども、素材はウールライクに見えるような TR 素材ですね。04の光沢感が漂うような雰囲気も非常に良くて、まあ、通年でも履けるというところで考えると、これはかなり使い勝手がいいかなと思います。ということで今年の秋にお勧めしたいミニマリスト的なボトムスとして、アーバンクリーンワイドパンツグレーですね。ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。ラスト5点目は足元ですね。靴を皆さんにご紹介したいなと思ってですが、
今年はこれですね。もうですね、何度かご紹介していまして、僕自身も履いているので、使い勝手の良さは十分に認識しているんですが、グリーンレベル別注のですね、ジャーマントレーナーですね。カラーに関しては、ちょっと僕は今初めて見たんですけども、もうダークグレーがですね、オンラインでは在庫がないんですね。まあこれはすごい勢いですね。物がいいのでこの速さというのはまあ理解ができるんですけども、ただ店頭にはまだ在庫がありそうなので、まあぜひ皆さんオンラインではなくてお近くの店舗で見ていただきたいなと思うんですけども、これが使い勝手いいなと非常に感じています。今回ご紹介したミニマリストの着こなしの中にバチッとハマるようなジャーマントレーナーということで、まあ、基本的にはレザースニーカーのシンプルさを備えながらも、まあ、ジャーマントレーナーということでちょっとパーツ使いなんかにミリタリー感だとかちょっとこうやぼったさも感じるんですね。もうちょっとスッキリとしたクリーンなレザースニーカーも良かったりするんですが、適度なパーツの盛り感ですね。これが僕は好きなんですよね。そしてミニマリストの方にも相性がいいと思いますし、あと秋冬らしいですね、このようなスウェードですね。このあたりもやっぱり持っていて使い勝手もいいと思いますし、なんか個人的にはスウェードって手入れそんなにめんどくさくないのが好きなんですね。クリームを塗って手入れするってことはなくて、まあ軽くブラッシングしてあげて、雨が降りそうだったらその前に防水スプレー振ってあげるぐらいで結構気軽に履くことができたりするので、まあスウェードだと雨の日ちょっと大変だなと思う方もいらっしゃるんですが、僕はあんまり気にせずにガンガン履いてしまうようなスニーカーなので、まあこちらご紹介したいなと思いました。まあカラー展開ダークグレーもちろんいいんですけども、その他にも例えばボトムスがグレーなので今回はブラックを選んで足元シャープにまとめるのもすごくいいと思います。普通の黒のスニーカーだとちょっと退屈に感じてしまうんですが、ジャーマントレーナーのディティールでなおかつ素材がスウェードなのでブラック単色でも決して退屈に感じないんですね。まあ、ブラックのパンツに対してブラックのシューズだとちょっとこうつまんなく感じてしまうんですが、グレーのパンツであればスウェードのブラックは非常にハマりがいいので、まあ、こちらを選んでいただくか、もしくはナチュラルもいいんですよね。ナチュラルもホワイトではなくてちょっとこう真っ白ではなくて黄みがかった感じというか柔らかさを感じような色合いなので、このナチュラルのスウェードもすごくいいんですね。なので汚れがちょっと気になるのが嫌だという方はブラックだとかダークグレーに軍配は上がりますが、着こなしの中に明るさを出したいんだったら結構ナチュラルもいいかなと思います。なのでダークグレーにこだわらずにブラックだとかナチュラルだとかこのあたりの方がかえってグレーのパンツとの相性は良かったりするので、まあ、ぜひこのあたりも検討していただきたいなと思っています。まあ、このようなスウェードのシューズというのは季節感で言うと秋冬のイメージが強いかなと思うんですが、まあ、正直真夏に履いてると暑苦しさは多少感じると思いますが、春に履いても全く問題ないので、真夏を外した3シーズンぐらいは使うことができるので、真夏はサンダルを履いて、それ以外はこのようなスウェード系のジャーマントレーナーもいいかなと思うので、まあ、ぜひですね、今回ご紹介した着こなしに全てハマるようなグリーンレーベルのジャーマントレーナーですね。皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではミニマリストの秋服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回は冒頭から無地ラボを2つ持ってきたわけなんですが、改めてまあいろんなブランドを見てきた中で、そっか無地ラボがあったかというのをですね、すごく深く認識したのがこの秋冬だったかなと思っています。価格帯はこなれていて気軽に買い足しやすいですし、なおかつサイズ感ゆったりでデザイン性はミニマル、機能的には非常に充実をしているというところではミニマリストのライフスタイルには合いやすいと思います。唯一のデメリットはちょっと買いづらいというところですね。オンラインだとちょっと在庫が薄かったりだとか、お店も全国各地に置いてあるというわけではないので、そこだけはネックですが、手に入ったら非常にライフスタイルとの兼ね合いは取りやすいかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんも使っていただきたいなと思っています。まあ、このようにですね、ミニマリストの着こなしというのも日々いろんなブランドだとかいろんな選択肢がある中でアップデートが可能なんですね。まあ、ぜひですね、ミニマリスト的な発想で数は少なくするのは大いにありだと思うんですが、それを何年も何年も使い続けてしまうとどうしても古臭くなってしまったりだとか、アイテム自体のくたびれ感も出てしまうので、まあ、数年おきにですねミニマリストアイテムというものも入れ替えながらですね、皆さんには楽しんでいただきたいなと思っています。もちろんこれまでご紹介させていただいたようなノースフェイスのアウターだとか、そのあたりもまだまだ使えるので、ぜひ持ってる方はガンガンにこの秋にですね活用していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて
てメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドの内容に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で動画を作っています。ぜひこちら気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて、文章と写真ベースで今日のおすすめのアイテム参戦ですとか、おすすめのコーディネート例だとか、そういったものをですね、どんどん皆さんに解説をしています。僕の方でも毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。